の抜け殻を財布に入れると金持ちになるって嘘は小さい子。嘘なの？え、嘘なの？それは風水的に本当になるんじゃん。嘘なの？どうなんでしょうか。この中に風水の方はいらっしゃいますか？ダメではないと思うんだけれども、あんまり長い期間入れてるのはあんまり良くないっていうのはなんか聞いてたことがある気がする。ちょげつかり。5000入れとくとかあるよね。それ本当じゃないの？実際さ、私が今でもやってる迷信なのか嘘なのかわかんないけど、お札を逆さに入れておくとお金が逃げていかないっていうやつがあってね。それ実感したことないからね。なわけないもんね。使う額変わんないからさ。あれ逆も聞いたことある、ね、私。お札様が心地よい環境にしないと出入りしないよって。仲間を呼ぶからたくさん財布に入れとくといいみたいなことは聞いたことある。それで増えてんの小銭だけなんだよな。でもまずはたくさん入れる金ないんだよな。